ワードはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争で戦死したジェームズ・エイチ・ワード中佐にちなむ。ワードはアメリカが1941年12月7日の真珠湾攻撃による第二次世界大戦への正式に参戦する前に太平洋側での最初の交戦において日本海軍の特殊戦艦艇を撃沈した艦艇として知られる。 後に高速輸送艦に改装されて、マンリー級高速輸送艦に編入されたが、レーテ島の戦いの最中に、日本陸軍の特別攻撃隊、金能隊の攻撃により沈没した。その日は、特殊戦航艇,艇に最初の一撃を与えてからちょうど3年後のことであった。バードは、カリフォルニア州のメアアイランド海軍造船所で1918年5月15日に寄港し、 それからわずか15日、内し17日半たった6月1日に、ドロシーホールワード夫人によって、浸水、艦長ミルトン S ・デイビス中佐の指揮下1918年7月24日に、収益する。建造日数は70日であった。竣工後、ワードは訓練の後1918年12月2日に、西海岸を離れて、大西洋側に開港され、その途中で、 第18駆逐軍の機関となって、グアンタナモアンにおける陶器の定例演習に参加する。第1次世界大戦後、アメリカでは、大西洋横断飛行が計画され、ワードの支援官邸の一隻として、横断飛行に関わることとなった。1919年5月15日、ニューファンドランド島トレパシーから3機のカーチス NC、NC-1。 NC-3 及び NC-4 がアゾレス諸島への飛翔を開始。バードはニューファンドランド島から数えて6番目の養生目標として横断飛行を支援した。支援を終えた後は再び太平洋方面に移動することとなりパナマ運河を精神してカリフォルニア州、オレゴン州及びワシントン州の港町を歴訪。 1919年9月13日には、シアトルで、ウッドロー・ウィルソン大統領の巡越を受けた。巡越の後は、サンディエゴに戻り、1919年の残りの期間と1920年を、同地で過ごした。その間の1920年7月17日に、春ナンバーが制定され、ワードには DD、DD-139 の番号が割り当てられた。 その後は1921年春まで、第18駆逐軍の領艦とともに、サンディエゴに係留され、1921年7月21日に退役して保管されることとなった。1930年代に入って、ナチスドイツ、イタリア、日本の、いわゆる数軸国の台頭が目立ち、これに対抗する形で、海軍は退役していた艦艇の最終役を計画し、 ワードもこれに関連して最終益することとなった。これら最終益官邸は1939年9月の第二次世界大戦勃発後は中立パトロールの名の下で行われた紹介行動に借り出された。1941年1月15日、ワードはサンディエゴの駆逐部隊基地で艦長ハンターウッドジュニア少佐の指揮下で最終益する。しかし、 バードは大西洋には回されず、2月28日にサンディエゴを出て、真珠湾に向かった。3月9日に、真珠湾に到着後は3月14日付で、現地の第80区逐軍に合流し、ベテランの駆逐艦アレンと共に、日米間の緊張が高まると、州令途中沿岸警備隊の艦船などが追加配備され、湾口の警戒は一層厳重になった。 新任の太平洋艦隊司令長官ハズバンド、キンメル大将は従前通りハワイ周辺のパトロールを指令したが、それに加えて水中からの不意打ち、すなわち蘇生不明の潜水艦に特に警戒をするように指令を発した。依然としてこの任務に当たっていたワードの乗組員は、そのほとんどが予備役から編成されてはいたものの、 彼らは5000メートル先の標的に命中させることができるほどの射撃の技量は維持しており、任務自体も1年を超えて継続して、一定の習熟度には達していた。12月6日、ワードは新しい艦長が就任した。前任のウッド少佐から艦長職を引き継いだ、ウィリアム・ W ・アウターブリッジ大員に指揮されたワードは、その日の夕方から担当の紹介任務のため、 真珠湾を出て湾口に向かった。12月7日午前6時40分、ワードはアメリカ領海内、真珠湾周辺にある高校制限区域同区域において特殊先行抵抗標的を発見し、砲撃及び爆雷攻撃を行った。これは日本海軍の空爆開始の少なくとも45分以上前になされた。ワードは4インチ砲が命中し、 その後会場に重油のようなものが流出したのを視認したため標的を撃沈したものと判断した。攻撃後もオアフ島沿岸で紹介を続けた。8時頃に湾港に接近すると、真珠湾の方角から煙が立ち上っているのが確認され、また日本機からの機銃装者を受けた。ワードが与えた一撃は、結果的に日本側による真珠湾攻撃に先んじて行われ、 太平洋戦争におけるアメリカ側の最初の戦闘行為として記録された。ファラガット級駆逐艦,艦。艦種変更の作業は大戦参戦後も続き、バードはピュージェットサウンド海軍造船所に開港されて高速輸送艦への改装工事を受けた。従来装備の4インチ砲と50後継機銃は時代遅れで撤去され、代わりに3インチ砲と40ミリ機関砲。 20ミリ機銃が装備された。また魚雷発射艦もすべて撤去、上陸用揚陸艇4隻がその後に搭載された。ワードは1943年2月6日に APD-16 として最終駅し、南太平洋の戦線に赴いた。南太平洋に到着したワードは、エスピリトサント島を拠点に、ガダルカナル島向けの護衛と輸送に認じる。 1943年4月7日、バードは、つらぎ島を停泊中に、違法作戦による、日本機の空襲を受け、直ちに湾外に出て、日本機2機を撃墜する。空襲により、駆逐艦アーロンワードと旧艦カナワが沈没したが、それ以上の深刻な被害はなかった。6月には16日に、ガダルカナル島沖で空襲にあったものの撃退する。しかし、 その一週間後の6月23日、戦団護衛中に日本潜水艦旅行第103潜水艦の攻撃を受け、2隻の貨物輸送艦、アルドラとダイモスが沈没する被害を受けた。12月に入り、バードはダグラス・マッカーサー陸軍大将率いる南西太平洋軍に入り、第76任務部隊の一艦として12月17日にミルン湾に到着。 ニューブリテント及びニューギニアへの攻撃に参加し、12月26日からのグロスター岬の戦い、1944年1月下旬のグリーン諸島の戦い及び3月下旬のエミラウ島の無血占領とラバウル包囲に関わる作戦に参加した。戦線がニューギニア北部用地に移った後も4月からのホーランジアの戦い、5月下旬からの美ク島の戦い、 7月からのアイタペの戦い及びサンサポールの戦い及び9月のモロ対等の戦いとマッカーサー大将のフィリピンへの帰還を果たすための戦いを一貫して支援し続ける。10月に入りフィリピン奪還作戦は本格化。ワードは10月17日にフィリピン東部ディナガット島攻略戦に参加する。レー機会戦後はレーテと 広報基地のコッソル水道やホーランジアとの間で増援部隊の護衛に任じた。炎上するワードレーテ島の戦いは12月に入っても依然として激戦が続いていたが、続く作戦のスケジュールの関係上、レーテ湾の反対側にあたるオルモック湾に新手の陸上部隊を上陸させて日本軍を挟み撃ちにし、レーテでの戦闘を早く終わらせようとする段階に入った。 オルモックに第77不評師団を上陸作戦は11月中には準備が終わり12月7日から8日にかけて上陸作戦が行われたが上陸そのものは日本軍の反撃を食らうこともなく終わったバードは他の艦艇とともに12月6日午後にレーテワンを出撃し12月7日6時30分にオルモック沖に到達 大した抵抗を受けないまま LCR を下ろして、部隊をオルモックに上陸させた。部隊を上陸させた後、ワードは8時25分頃からレーテ島とポンソン島の間の海域に出て、紹介を開始した。まもなく4000メートルから5000メートルの高度で、レーテ島の北方からオルモック湾に侵入してくる日本機を発見。直ちに回避行動に移ったが、 駆逐艦マハンが別の方角から侵入してきた日本機3機の命中を受け、艦は炎上して弾薬庫に引火したことでもはやマハンを救う手立ては失われた。マハンは両艦ウォークによって処分された。この頃までにはオルモック湾上空には味方の戦闘機が援護に飛来し、バードも盛んに対空砲火を打って日本機から逃れようと懸命であった。 マハイへの特攻機突入と、相前後して、3機の日本機がワードを目標に突入してきた。陸軍特別攻撃隊、勤能隊の2式複座戦闘機、トリューであった。そのうち1機は被弾して炎上していたもののくせず、ワードの陸上部隊居住区とボイラー室付近に命中した。続く日本機は、ワードの全甲板めがけて突入してきたが、 機銃装者を加えただけで撃墜された。一機しか命中しなかったが、これだけでワードに致命傷を与える結果となった。ワードは艦の中央部から炎上し始め、間もなく行動不能に陥った。放水のか足席の開口部を設けることで煙を逃すための努力も行われたが、あまり意味をなさなかった。上陸作戦に参加した搭載。 LCR が舞い戻って消火活動に加わったものの、火の勢いには殺しきれなかった。10時15分、駆逐艦オブライエント2隻の総海艇、サウンターとスカウトがワードに接近し、サウンターとスカウトは会場に飛び込んだワードの乗組員を救助して回った。艦の状況の送信も他の艦艇を介して行われた。ワードの艦長である RE パウェル隊は、 もはや消化が困難になったと判断した時には勘を放棄することを決定した。ワードへの最後の支援と最終判断後の処分はオブライエンが行うこととなったが、オブライエンの艦長は何の因果か3年前の同じ日にワードの艦長として特殊選工程を撃沈したアウターブリッジ少佐であった。オブライエンは 何とかして沈下させようと手段を尽くしたが弾薬と燃料に引火して手がつけられなくなった。ワードの乗組員は、火傷による負傷者はいたものの戦死者はおらず、高い指揮と義務感からカワードを去ることを好まなかった。しかしながら、輸送船団がオルモックワンから撤収するに伴い、ワードの処分が決定した。アウターブリッジ少佐は処分命令に少しためらいがあったものの、 やがてオブライエンからの砲弾がワードに命中し、11時30分に沈没した。ワードは1945年1月20日に除籍された。ワードは第二次世界大戦の功績で、駆逐艦時代に1個、高速輸送艦時代に8個の、計9個の従軍聖賞を受賞した。1970年の映画、トラトラトラ。 でもワードによる特殊潜航艇撃沈のシーンは再現されており、護衛駆逐艦フィンチがワードの役を務めている。フィンチは撮影に際して艦首の看板号を139に書き換え、1969年3月7日に当該シーンが撮影された。2017年12月、冷凍沖海戦で沈没した艦艇の調査を行っていた。 ポール・アレン率いる調査チームがワードの残骸を発見したと発表した。英語の読みとしては、ウォードが正しいが、官名の日本語読みは一定していない。参考文献中ウォーナー上及びウォーナー下、第二次大戦のアメリカ軍艦ホイットレイは、ワード、アメリカ駆逐艦士はウォードである。しかし、同じくワードと表記するアーロン・ワードに関しては、アメリカ駆逐艦誌も アーロンワードと表記している。ありがとうございます。